このお江戸に歌舞伎が根付いてかれこれ150年、キラー星のごとき役者があまた出て群雄割拠の戦国時代。しかし歌舞伎の世界も最後は出自が物を言う。名門に生まれるか親類縁者でもねえ限り一発の役者にはなれねえ。下手すりゃ死ぬまで馬の足。ところがこの馬の足から名題看板を上げる役者にまで出世した男が一人いる。どん底の下っ端役者から名題にまで成り上がった男の立身出世の下克上と行きたいところですが、そうは問屋が下ろさない。おめえは残って奴の尺でもしろよ。芸で食えねえうちはひいき筋の世話になるのも方便だ。役者家業から身を引かせたお前の親たちもまとめて面倒見てやろうじゃないか。この男芝居を損ない下野にぞおら。ここから出て上に行く。最下層の大部屋役者から名題役者という頂点にまで上り詰めた中蔵、さぞかしいい役が来ると思いきや、配役を申し渡す。おげなのつんでねえ。つけうちも見えもなしだ。途方に暮れる中蔵のケツを叩いたのは最強の女房おきち。金井三将とかいう親父の明らかな嫌がらせじゃない。そんなクソジジイの思うつぼにハマってなるものか。この手本忠臣蔵は歌舞伎の花、後の世まで語り継がれるような芝居見せなきゃ。あばよ。あれだあれだあれだ。忠臣蔵ラプソディ第5番中村中蔵出世の兆し。